三本杭は四国山地西部に属する山である。国土地理院では、石槌山と同じ四国山地西部に分類しているが、石槌山からは隔てられた四国南西部に位置する。なめとこ渓谷のすぐ南側にそびえ、勝こ山とも呼ばれる。日本三百名山の一つに数えられる。三本杭の名称は、江戸時代、宇和島藩伊予吉田藩及び、土佐藩の境界を示す杭が、 山頂近くに建てられていたことに由来するとされる。三本杭及び、なめとこ渓谷周辺は、足ずり若い国立公園の指定地域の一部である。山体は、愛媛県高知県境にまたがるが山頂部は、愛媛県宇和島市に属し、山頂には伊東三角点、勝床山が設置され1225.72メートルとなっている。山頂からは北側に、高月山、 その東側に石槌連峰、南側には篠山、西側には鬼ヶ城山及び宇和海が望まれる。山肌はブナの天然林に覆われ、稜線沿いにはアけぼのツ子ツ、シャクナゲ及び山ツ,ツジが見られる。なめとこ渓谷の万年橋から渓谷沿いに遊歩道を登り、雪輪の滝、千浄時期を越えて、奥千浄から二の股の沢沿いを歩き、 高度を上げて稜線に出て山頂に至るコースと、国村スーパー林道の八面山登山口近くの路肩に駐車施設の階段を上って、イノシシのコル、大久保山、八面山、熊のコルを通過して、1時間40分で山頂に達するコースがある。ありがとうございます。